3月21日、シンガポールの野球クラブチーム、ザ・ヒットファクトリーが、県内の野球クラブチームと親善試合を行いました。ザ・ヒットファクトリーは、シンガポール国内にある3つの野球チームのうちの1つで、年に3、4回、アメリカやヨーロッパなど、世界各地へ遠征しています。今回の来県は、愛媛新聞旅行のスタッフと、ザ・ヒットファクトリーのコーチが知り合いだったことがきっかけで行われたもので、19日から県内各所で親善試合を行っています。この日は、戸部町河合の田野浦町民広場とウェルピアイオで親善試合が行われました。田野浦町民広場では、松山リトルリーグの5、6年生と、戸部リトルリーグの3、4年生、5、6年生が、それぞれザ・ヒットファクトリーと6イニングまでの試合を行いました。代わってウェルピアイオでは松山リトルシニアの12歳から14歳の選手がザ・ヒットファクトリーと試合を行いました。Very well balanced, very disciplined, strong base running, good pitching, very deep talent. Yeah, very well coached. Yes, if we come back again, we will come back with a stronger team, hopefully, so we can compete at a higher level. 普段なかなか試合ができない外国人選手、試合を通して体格や戦略の違いなど、両国のいいところを発見していました。